最近いろんなところで Wi-Fi っていう言葉を聞くないけど、 Wi-Fi って一体何なのかね。なんかインターネットができるみたいながけど、どうすればいいのか詳しいことじゃな分からんよね。そういうことなら僕に聞いてください。どうしたんですか？今そこで Wi-Fi のことがわからないと言っていたようなので、 Wi-Fi についてお教えいたします。 Wi-Fi って使ってみたらすっごい便利なんですよ。どう便利なんですか？教えてください。そもそも Wi-Fi とは無線でネットワークに接続する技術のことで、簡単手軽にインターネットが楽しめるんです。そしてこの Wi-Fi はなんと高岡市内の公共施設でも使えるんですよ。そうなんですか？知らんかったわ。 Wi-Fi が使える公共施設はウィングウィング高岡1階、 JR 高岡駅の万葉ロード、公民館などです。各施設の開庁時間内、開館時間内に利用することができます。赤いフリースポットのマークが目印です。フリースポット？Wi-Fi に対応したノートパソコンやタブレット端末、スマートフォンなどを持ってくれば、誰でも自由にインターネットに接続することができるスポットなんです。しかも利用料は無料です。無料？そうなんです。だから Wi-Fi を使わないともったいないんですよ。インターネットに接続するときじゃ、普通プロバイダーと契約しとるがやけど、契約せんながですか？利用される方がプロバイダーにご契約いただく必要はありません。 Wi-Fi に対応した機器をお持ちいただくだけで利用可能です。ただでインターネットが使えることは分かったけど、どうすれば Wi-Fi が使えるんですか？はい、ご利用されるときは最初にメールアドレスの登録を行ってください。それでは実際に Wi-Fi に接続してみましょう。まずお持ちのパソコンやスマートフォンで無線機能をオンにして接続する Wi-Fi を検索します。フリースポットセキュリティパスワード AES を選択してください。次にパスワード入力画面が表示されますので、小文字でフリースポットと入力してください。パスワードを入力したらインターネットを起動しましょう。メール認証の画面が表示されますので、携帯メールアドレスやプロバイダーメールアドレスを入力してください。送信ボタンを押すと4桁のパスワードが記入されたメールが送られてきます。そこでもう一度登録画面に戻ってパスワードを入力してください。これで接続完了です。これなら私でもなんとかできそうかな。インターネット初心者の方も簡単に使うことができますよ。各施設にはこちらの接続ガイドがありますので、それをご覧ください。ところで Wi-Fi って一体どんなことに使うことができるんですか？はい、まず一つ目には外出先でも欲しい情報を手軽に取得することができます。 Wi-Fi が整備されている公共施設ではインターネットが自由に使えるので、例えば会議や打ち合わせがあったとき、必要な資料をすぐにインターネットで検索することができるので、とっても便利です。また仕事で高岡を訪れた人が高岡駅でメールをチェックしたり、地図がなくて道に迷った時に行き先を調べたりすることもできます。それから随龍寺八丁道第一観光駐車場には Wi-Fi が利用できる充電スタンドがあります。随龍寺を見学に来た人が車の充電をしている間、観光情報を調べることもできるんですよ。そうなんですか？すごいですね。 Wi-Fi を使ってできることの2つ目は、公民館などで撮った写真などその場ですぐに情報発信できることです。公民館での講座で作ったばかりのフラワーアレンジメントや料理などの写真を撮って、すぐにブログやフェイスブックに掲載することができます。へえ、私はフェイスブックをやっとるから早速 Wi-Fi 使ってみようかな。3つ目として Wi-Fi は複数台のパソコンが同時にインターネットに接続できるので、普段使い慣れたパソコンを公民館にそれぞれ持ち寄って
インターネット教室を開催することができます。パソコンは Wi-Fi に対応したものをお持ちください。インターネットでわからんことがあったら、これからは公民館のサークル仲間に教われるようになるね。4つ目は、災害時には Wi-Fi を使って災害状況や安否確認などの緊急情報を受発信することができます。災害が発生して電話回線がつながりにくいとき、Wi-Fi が使えたらとっても安心やね。 Wi-Fi って簡単そうやし便利やね、うん、そうそう。そしていろんなことができそうでとっても楽しそう。 Wi-Fi は意外と簡単に使えていろんな活用法があります。簡単、便利で楽しい Wi-Fi、 いつ使うのか今でしょう。さあ皆さん、 Wi-Fi をどんどん使ってみてくださいね。